平野紫耀さんの誕生日祝いが豪華すぎると話題に。しかし、この誕生日は単なる個人のお祝い以上のものでした。こんにちは、皆さん。今回は、平野紫耀くんの誕生日祝いについて、コミュニティの視点とイベントの社会的影響に焦点を当ててみましょう。昨年、彼がお休み期間中にもかかわらず、ファンの皆さんが思いを込めた動画を通じて彼をサポートしていたことは記憶に新しいですね。 その温かいサポートが早い復帰につながり、良いファンがたくさんいることが確認された紫輝くんの誕生日でした。今年の誕生日は本当に豪華で感動的でした。昨年とは異なり、紫輝くんが日本にいて、たくさんの方々からのお祝いを受けている姿を見ることができ、その光景は本当に楽しいものでした。ファンの手作りの作品に対する関心も伝えられ、 ファンとアイドルの交流が深まっていることが垣間見えました。しかし、この誕生日は単なる個人のお祝い以上のものでした。ナンバー、愛の強みは、紫輝くんをはじめとしたメンバーが家庭の二つ柱を制覇していることです。旦那様との関連性が強調され、ファンの新たなアイドルの仕方が生まれつつあります。旦那様自慢と教えの愛が絶妙に混ざり合い、これが革新的な紫テル効果と言えるでしょう。 一方で、紫輝くんのカリスマ性が全体の豪華なイベントでは、過去の小さなステージでの努力も懐かしむ声が上がっています。彼の成長を感じつつ、ファンは喜びと同時に寂しさも感じているようですね。神宮寺くんと岸くんとのやりとりや、FC 動画での W ユータも、ファンにとって幸せな瞬間でした。これらの瞬間が、紫輝くんの魅力をさらに引き立てています。翔くんの誕生祭も見逃せません。 彼がどこを見ても愛され、みんなからのお祝いがたくさん届いていることを知り、ファンとして嬉しい気持ちに包まれました。翔くん、完璧ですね。これからの飛躍が楽しみです。さらに、世界規模で行われた紫輝くんの誕生祭には感動すら覚えます。ニューヨークのタイムズスクエアや主要都市のランドマークが紫輝くんの色に染まり、日本中が彼の誕生を祝福していたことは素晴らしいことですね。 ファンたちの個々のエピソードも魅力的です。名古屋ナンバーを見ると、紫輝くんの親戚かなと思う人もいるようで、彼の影響力の大きさが伺えます。平野紫洋くん、お誕生日おめでとうございます。ファンの愛に包まれた素敵な日々がこれからも続きますように、彼の活躍から目が離せませんね。翔くんの誕生祭も注目され、スポンサーさんやファンからのたくさんのお祝いに包まれました。翔くんの人気に加え、 メンバー同士の絆やファンとの交流が、ファンにとって感動的な瞬間となりました。これからの将軍の飛躍が期待されています。紫輝くんの誕生日は世界中で祝われ、日本の街が紫輝くんのカラーに染まりました。さらに、ニューヨークのタイムズスクエアにお誕生日祝いのスライドショーが流され、世界中からの愛が注がれました。ファンは紫輝くんのカラーに染まった名古屋ナンバーを見ると感慨深く、 その人気の高さを再確認しています。最後に、ファン同士がつながり、手作りケーキでお祝いを共有するなど、コミュニティの結束が強調されています。ファン同士の交流や喜びを共有することで、紫輝くんの誕生日は特別な瞬間となり、彼の魅力がより広がっています。